こんにちは。今日は車のボディのへこみを直したんですが、この丸の部分、どんどん目線を下げていくと明らかになっていくんですが、ひどいですね。これ娘にやられました。これを直していきます。はい、ここからはナレーションでいきます。まず塗装を剥がしております。結構へこんでるんで、なんかサンドペーパーでやってもなかなか最初取れそうになかったので、結局マイナスドライバーでゴリゴリと、まあ、塗装を削ってですねいってます。まあ、今から思うと、これ思い切ってもっと広範囲に塗装を剥がしておくべきだったんですけど、まあ何せ素人作業なんでよくわかんないし、とにかくオリジナルの塗装をできるだけ残したくて、まあ見えるところだけ、へっこんでるところだけこう塗装を剥がしたっていう感じになっちゃいました。で、塗装が剥げたので、これはパテをですね、ついに塗っております。これなんか大盛りパテっていう、結構缶に入ったでっかいやつを買ったんですけど、やっぱへこんでるところのその溶石っていうんですかが大きいので、こう大量につけないといけないと。で、大量につけないといけないと、そのパテ自体の重みでですね、ちょっと見てお分かりになるか分かんないですけど、こう垂れてくるんですよね、重みで。なのでなかなかなんか思うようにこう形作れなくて、はい、これで1日目終了でした。で、1日置くと、まあカチカチに硬化してますんで、それをですね、まあ工具があったら、電動工具があればこう一気にグワーって削れるんでしょうけど、私はそんなもの持ってないので、サンドペーパーで最初からやろうと思いましたけど、サンドペーパーじゃちょっと全然日が暮れそうだったので、まずはカッターナイフで削るというですね、これが一番効率いいかなと思ってやってます。まあとにかく削りまくって、まあだいぶ削れたとか言ってますが、まあそれでもまだ隙間がいっぱいありまして、そこに今度またパテを埋めるという、まあ地道な作業をですねやっております。で、これで2日目終了。まあこれ実は正月休みにやったんで、もう1年ぐらい前なんですけど、毎日ですね、コロナでどこも行けないし、こればっかりやってたと。近所の人からですね、正月から地べたに寝転んで、なんかゴリ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 車ばっかりいじってるという変態親父というふうに、まあ間違いなく見られてたと思います。はい。で、サンドペーパーでこすってますが、なんかラチ上がないんで、ヤスリ持ってきてこすったりしてますが、なかなか思うようにこう削れていかないんですよね。まあ、パテが目に詰まるし、で、粗いので削って、なんか削りすぎたら困るなと思ってビビってるんで、なかなか削れないと。で、これは何してるかというとですね、なんか削りすぎちゃったなと思って、削りカスの粉をですね、こうああいう風にうまく指で塗って、こう側面を鳴らしてるというか、境界をきれいに鳴らそうとしてるんですけど、まあこれ後から何回も出てきますけど、結局あんな粉塗ったところでもう固まっちゃってるんで、効き目が ないんですよね。はい。あ、で、なんだかんだ言って3日目が終了しました。まあそれでだいぶ削ったんですけど、なかなかやっぱり上下当ててみるとまだ盛り上がってるんで、まあまた地道に削っております。
もうこれ4日目とかなんで、なんか腕が筋肉痛になってきてですね電動工具買えばよかったなと思い始めてるところですが、はい、もうここまで来て途中から工具買うわけにいかないんで、あ、またやってますね、これ、あの粉を塗ってるという、まあ、この上に塗装しちゃえば分かんないだろうと思ってやってるんですけど、あれはなかなか、また次こするとボロッと取れちゃうという感じになります。あ、これあのパテ前パテ後ですね、だいぶあの分かんなくなったというか綺麗に漏れてきたと思います。でこれは何してるかというと、あのテープ貼ってるところにちょうどなんか筋があるんですよね。はい、この筋を再現したくてですね、あのパテの上に、まあこういうなんかドライバーの先の細いやつで削って無理くり筋を作ってると。まあなんかできるだけ純正に戻したくて、はい、なんかなんとなく筋がこうできた感じになりました。でこの日はなんか雨が降るだったかな、あー違うな、このまま1週間ほど置かないといけなかったんで、水が入ってこないように養生してますね。はい、これで4日目終了で、ちょっと間を置いて、このまあ養生したら剥がして続きですね、やってます。まあひたすら削る作業ばっかりで、なんかビデオ見ててもつまんないかもしれません、すいません。だいぶこう慣れてきたかなという感じで、もうちょいやとか言ってますね。はい、だんだんこう削れてきていい感じになってきてます。でついにですね、塗装に入るということで、まずはホワイトプラサフですね、下地の、プラサフを塗ってます。で冬場でなかなか乾かないんで、このヒートガンで炙って乾かします。これ多分やっちゃいけないんでしょうね、こういうことね。まあでもなるべくこう熱くなりすぎないように気をつけながら、あの乾かしています。なんかプロの人見ると電気ストーブみたいなの当ててますよね、なんかああいうのがあればいいんですけど。はい、でホワイトプラサフ塗ったらすごく境界が目立っちゃってるんで、これをですねサンドペーパーで慣らしていくということをやってます。である程度慣れたんで、脱脂してですね、でさっきの面より広めに養生してぼかし剤をまずは塗ってると。で、パールホワイトの純正色ですね、これを塗っております。まあもうご覧いただける通り、すでにですね私の下手くそなパテの部分が盛り上がってるんで、境界面がバッチリ見えてますが、まあもう気にしないです。あの一応ゴールはですね、遠くから見たら分かんないというところをゴールにしてますので、あのこのぐらいは全然目をつぶっていくと。でここで何かを発見したんです。実はゴミが飛んじゃって、それをですね指で取るというですね、まあ暴挙に出てしまうということで、こっからですね最悪なことが起こります。もうこれをまた雑巾で擦るというね、そしてまたその上がサンドでその雑巾の跡を削ろうとしているということで、もうめちゃくちゃになっちゃってですね、もうこんななりました。で、はい、この後実はパーツクリーナーを拭くというですね、何を考えてるんだか分かんないことをやっちゃいまして、はい、まあこの日はですねまた全部塗るぞとか言ってますが、はい、こんな感じでぐちゃぐちゃになりまして、悪夢の5日目が終わりました。で実はこのまま1年放置しておりました。
はい、なんかもう遠くから見たらあんま分かんないからいいやと思ってたんですけど、はい、なんか最近ちょっとサビが出てきてですね、なんか茶色くなってんの見えると思うんですけど、ちょっとさすがにやばいなと思いまして、はい、続きをやることにしました。約1年ぶりです。ひとまずですね、汚い塗装面を剥がしに行ってます。もう今回はですね、見えてるパネルの部分ですね、横長のあそこも全部塗るつもりでやろうと思ってますので、まあ割と大胆にこう純正の塗装も剥がしてもいいやと思ってやってます。まあ、だいぶ削れてきましたね。で、サビが出てたところをやっぱりちょっと綺麗に剥がしてサビ止めしとかないとと思ったんで、そこを剥がしてます。やっぱりこうなんか茶色いサビが出てますので、はい、あの部分だけですね削って、でサンドで慣らしてですね、で綺麗になったので、これまたもう一回線の復活をですね、もうちょっとちゃんとやりたくなっちゃってやってますね。はい、まあ、結論から言うとこの作業は全く無駄だったんですけど、慎重にテープを剥がしてますね。これビッてめくっちゃうとせっかく塗った塗装が全部剥げちゃうんで、はい、で錆びてたところにですね、錆び転換剤ですね、錆び転換剤を塗っております。まあ二度塗りしなさいと書いてあったんで、はい、ちょっと時間あけて二度塗りしておりました。で脱脂してですね、で今回はもうあそこにパテを盛るとまたもう日数が余分にかかっちゃうんで、もうもともとのゴールである遠くから見たら分かんないっていうところを目指そうということで、もうあそこパテ盛りせずにですね、そのまままずはプラスハフを塗りました。で、まあ、前回約1年前にやったのと同じようにですね、プラスハフの境界線を、ぼかしまして、で今度まあパネル全体をまあ塗るようなことになるので、実際はまあ塗らなかったんですけど、一応掃除をしてですね、でこれはソフト99さんの、YouTube 見ると、その塗装を塗る面は全体的に細めのコンパウンドで磨いておきなさいと、なんかそれで色が合うみたいですね、はい、言われたんでその通りですね、細めのコンパウンドで全体を、研ぎまして、で全体を脱脂しております。で今度は、まあ、パネル全体が塗れるように、養生してですね、まあ飛び散らないように汚い養生ですがやりまして、これまずはぼかし剤ですね、はい、ぼかし剤をまず最初に全体に塗っときなさいということでした。でこれぼかし剤をまた塗ってるつもりだったんですが、これがまた間違ってもう白色のカラーをですね、全体的にぼかし剤のように塗っていたということで、ね、もうやらかしてます。まあそれにもめげずですね、白を塗っておりまして、はい、欲張りすぎてちょっと垂れております。まあでもこのぐらいまだ大丈夫と言ってますが、このぐらい気にしない、もう思い切ってどんどん塗っていきます。
で塗ったらなんか乾かないうちにぼかし剤を周りに塗っときなさい、最初よりマシかということでした。はい、で大体出来上がりはこんな感じですね。マシだな、次やったらもっとうまくできるな。はい、まあ負け惜しみ言ってますが、まあ遠くから見たら分かんないので、はい、まあめんどくさいのでいいやって感じで、ただまあやっぱりこの修理前と比べるとすごく綺麗になったので、まあこれで楽しく DIY もできたし車も綺麗になったということで満足できる車いじりでした。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。